こんにちは、ひなたです。はい、ということで今の時刻が3時なんですけど、今日は関西コレクションです。関西コレクション当日の朝、イベントの日のモーニングルーティーンを撮っていきたいと思います。では準備していきます。それではレッツゴー。磨きしていきます。今日はなんでこんな早起きかと言いますと、本当は4時ぐらいにね起きる予定だったんですけど、3時に起きちゃって、このまま寝ると起きれなくなっちゃうかなと思って、オッペー、おなじみのロードブーケ。ロードムーゲって何？やばい。ローションと多分オードムーゲが混ざっちゃったのかな。拭き取り拭き取り拭き取り、はい、化粧水、はい、 OK。 朝早いから暗くて申し訳ないんですけど、今日は自前の服とヘアメイクもやっていかないと思うので、メイクやっていきます。1日イベントなので、ちょっと汗かかないようにしないと。今日なんでね早く起きたかっていうと、怖い夢見て、やばくない？イベントで楽しみにしてたのにさ、怖い夢見てさ、よくある〇〇に追いかけられる夢みたいな。私何も悪いことしてないのに、お前がやったんだろうって言われながら警察官100人ぐらいに追いかけられる夢見て、もう自分が悪いんだみたいな気持ちに追い込まれて、あ、やばい、捕まるって思ってずーっと走ってる夢を見ました。超疲れたんだけど。この髪色に合わせたオレンジっぽいけどサーモンピンクっぽい感じでメイクしていきます。コンシーラー、丸一日さイベントだからそんなに厚塗りはしたくないんだけど、でもカバーしたいからきっとうまいことやっていかないと。ちょっと鈴木でファンでも、悩みなんだけどさ、小鼻の赤みってさどうやったら直すの？なんかさ、とりあえずコンシーラーとかで、まあ、隠せるからいいんだけどさ、結構さ塗らないと隠せないの。それが結構最近嫌でさ、どうやったら治るんだろうとか思いながら、よし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 、オッケー、だいぶトーンアップできたんじゃないかな。パウダー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 。関西コレクションということでね、今回もねまた出演できるって思ってなかったからすごい嬉しい。前回結構ドール系だったから、今回もねどんな私をお見せできるか楽しみですね。またレベルアップした姿をお見せできるように頑張ります。よし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 、やっぱでも時間があるのっていいね、ゆっくり準備できる。でもさ逆にさ早く準備しちゃったらさ寝ちゃうかもしれないのがちょっと嫌だよね。なんかめっちゃゆっくり準備しよう。ゆっくりゆっくり準備します。やっぱ夏でも3時で暗いよね、さすがに暗いよね。集中しちゃう。さっきの話の続きになるんだけど、前回の衣装がねドール系だったから、今回は前回と違う感じになるんだけど、ステージが違ってブランドさんの秋服と制服で歩きます。
しよしよし、いい感じ。つけまをつけます。思うんだけどさ、つけまってさ、すごい便利なものだなと思うけど、つけるときにこうやってのりつけるじゃん。繰り返し使うとどうしてもさ、のりがここに溜まってくやん。これさ、みんなどうしてる？やばい、消えた。あった。つけまって一回なくしたら終わりだよ。一回私さ、つけまつけながら寝落ちしちゃった時があって、やっぱ寝返りとか打つとさ取れちゃうじゃん。それで何回もなくしたことある。しょっけい、できました。メイク完成。じゃあ髪の毛やります。髪の毛やっていきます。このサロニアのさ、こうやってずっと愛用してたの、ここがさロックかかんなくなっちゃって勝手に開くようになっちゃったの。だから新しいの変えようかなと思ってるんですけど、何がいいかな。今回はポニーテールにしようかな。今回最初のね、衣装がスポーティーなので、 OK、 巻き巻き終わり。スプレーとかはちょっと出る直前にやります。着替えます。じゃん、こんな感じでスポーティーな衣装になっております。じゃあ今からバッグの中に持っていくものを準備していきます。スーツケースも入ってるんですけど、普通に手持ちのバッグの準備もしていきます。とりあえずね、そんなあれですね、持っていくものはないかな。バッテリーとコスメを軽く持って、おと、ここに入ってますね、エアポッツと、一応メイク最初だけ自前なのでスプレーとコードか、ここにありました。大事な大事な財布ですね。大阪行くチケットも入ってるので、まあそんなもんかな。うん、以上。あとは必要なものはスーツケースに入れてるので、オッケー。やばい、みんな助けて、絡まっちゃった。治った、よかった。はい、じゃあもうちょっとゆっくりして出たいと思います。はい、もうご飯とかはね、早すぎて今お腹全然空かないので、新幹線乗るタイミングで食べようかなって思います。でもうそろそろ出ようかなと思うので、リップ塗って出発します。オッケー。ということで、カンコレ頑張ってきます。準備できたので、行ってきます。最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。